うまくいったよね。ああ、はい。今、蒼天テレビに出てる。ええ、そうです。沢村遥、うちのタレントです。沢村遥さんです。はい。沢村は今、うちの一押しでして。ええ、そうです。プリンセスリーグで勝てたら、メジャーデビューすることになってます。よろしくお願いします。またまた、ほんまですか。いや、その際はぜひぜひ。ええ、はい、なるほどですね。了解です。はい、そしたら失礼いたします。なあ、堀江ちゃん、水くれる？あ、はい、ただいま。なあ社長、いくらなんでもあと1週間でプリンセスリーグで優勝させるレベルまで鍛えろなんて無理やで。時間がなさすぎる。今さら泣き言？プロなら言われた期日できっちり形にしなさい。最初の話じゃ1年がかりで育てるって話だったはずですよ。それが半年で。時間がなさすぎですって。歌なら歌、ダンスならダンス、どっちか一つにレッスン絞った方がええんじゃないですか。私は遥をただのアイドルで終わらせるつもりはないの。確かにあの子は掘り出し物ですよ。動きはいいし勘もええ、ルックスの割に根性もある。なんせこの半年、社長が方々を集めた中で逃げずに残ったのはあの子一人だけですからね。なら問題ないじゃない。いや、だからこそもっとじっくり育てる方がええんやないかと。口出しは結構容疑た。
あなたは黙って言われた通りにやればいい。それに見合うだけの金は払ってるはずでしょ。社長、大北さんも遥のことを思って言うてはるんですし。あなたと私は契約でつながってるの。こちらの条件に従えないなら今すぐ契約解除してもいいのよ。もちろんあなたからの途中解約ということになるから、いろいろとそっちが損することになるけど、どうする？ああ、やりますよ。やりゃいいんでしょ。まあ今のは悪なかったわ。上出来やな。よし、今日はこのくらいでええやろ。明日もきついで。夜遊びせんとしっかり寝ておくんやな。ありがとうございました。
うまくいったよね。お疲れ様。社長。明日かな。いよいよプリンセスリーグの決勝戦が始まるわね。はい。優勝すれば大々的に売り出していくわ。その一つとして、あなたには最高のステージを用意してある。最高の？そう。プリンセスリーグ決勝ファイナルラウンドの4日後、東京でメジャーデビューのライブをやってもらうわ。東京でライブ？ええ、間髪入れずに東京進出するの。そうなれば話題沸騰、一つのムーブメントを作り出すことができるわ。東京進出こそメジャーという世界に飛び込んだ証明になるの。わかる？はい。つまり失敗は許されないってことよ。ええ。あら、いつになく浮かない顔ね。不安？いや、ちょっと話が大きすぎてまだ実感が。何言ってるの？これからあなたの身の回りではこれまで想像もしなかったことが一気に起きるのよ。あなたの歌を全国の何十万という人が聞き、何百万という人の目に触れる。浮世離れした体験があなたの日常になるの。ちゃんと覚悟しておきなさい。はい。でもまだ決勝で勝てるかどうか。そうね。でもあなたは負けられないはずよ。あなたが負ければ沖縄の施設への援助は打ち切らせてもらう。あの施設は閉鎖することになるでしょうね。そうなればあなたの帰る家はどこにもなくなる。その意味がわかるでしょ？わかってます。私どんなことがあろうとやめませんから。そう。疲れてるところ悪かったわね。ちょっと葉っぱかけただけよ。あのね、はるか、一つ覚えておいて。アイドルというのは多くの人に愛されなきゃならない。わかる？はい。そして愛してくれる人たち、つまりファンは、いろんな言葉や形でその愛を表現する。そのすべてを受け止めなくてはならない。はい。好きだ、可愛いと言われて嫌な気分になる女性はいない。最初は誰でも有名になった瞬間からその愛に幸せを感じていられるものよ。でもある日気づく。ファンからの愛情は本物の愛情ではないことに。え？ファンの愛とは一方的なもの。愛と呼んではいても本当のそれとは違う。そしてその現実を知ったとき、ほとんどの子は潰れて消えてしまう。確かに現実はそうだったとしても、それを理解した上で続けることだってできそうなもの。でもそれがみんなできない。どうしてですか？彼女たちは愛されるということが当然のことだと思っているからよ。普通に両親がいて、普通に教育を受け、普通に育った人間にとって親や友達がいるというのは当然のこと。そんな当たり前の環境の中で当たり前のように人と接し、当たり前のように受けてきた愛情が彼女たちを弱くする。一方的な愛と本物の愛の差がわからない。だから一方的な愛を失っただけなのに、自分の愛の全てを失ったんだと思ってしまう。愛されて当然と思っている人間は愛情の形すら認識できないの。愛情の形？アイドルとしての道を選んだあなたが不安に思う気持ちもわかる。でも私は知ってる。あなたはすでに愛されるということがどういうことなのか分かってる人間のはず。大丈夫、あなたならきっとやれる。自分を信じてレッスンを続けなさい。社長。ん？もしかして社長も私と同じような環境で育ったんですか？勘のいい子ね。
私も実の親の愛を知らずに育ってきた人間なの。物心つく前に親からひどい虐待を受けててね。虐待？長い間誰にも愛されない環境で育って、私はテレビで見るアイドルという存在に憧れたわ。多くの人に愛される彼女たちは、あの頃の私とは真逆で、すごく眩しかった。子供だった私は、だからアイドルを目指した。もっとも、私の場合は成功には程遠かったけどね。明日はまず講演会主催のイベント。その後、午後から蒼天テレビでプリンセスリーグ決勝、第一ラウンドの収録よ。朝9時に事務所でいいわ。あ、そう。明日から堀江をあなたにつけるわ。今日はもう帰って休みなさい。はい。お疲れ様でした。お疲れ様。社長、私、頑張ります。もちろん、分かってるわ。